今日もありがとうございます。来ていただいて。はい、来ました。ありがとう。さあ、今日のリーダーはよっ、ババン、バイーン、エポニーバーサスモンキーディードラーゴン。さあ、まずはね、ボニーのリーダー効果がですね、相手のアタック時、ターン1回、うん、一度レストにします。そうすると、相手のリーダーかキャラをレストにできます。どっちか、どっちかですね。そうでしょ。そう、だから相手がじゃあ2体いたとします、うんうん、じゃあモーリーからアタックした時に、うん、リーダー効果発動、一度レストにしてカラスレスト、またはね、うん、リーダーレストっていうことができるっていう鬼強え。え？鬼強いで。マジで？マジです。やばいね。ボニーはね、やばいね。いや、それだけ。で、ライフが5枚。はいはいはい。ライフが5枚か。それだけでも強いの。防御力高いのに、さらにライフも高いと。そう。強いね。恐ろしいね。さあ、対する、ドラゴンは。ドラゴンは、起動メイン。ターン1回、自分の付与されてるドン合計2枚までを、自分のキャラ1枚に付与すると。なるほど、ね、いう効果ですね。だからドラゴンについたドンをキャラにつけ直したりとか、キャラからリーダーにはつけられない。そう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 、リーダーからキャラにはつけられる。そう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 。さあ、キャラからキャラにもつけられる。キャラからキャラ、キャラキャラからキャラキャラいけんの？キャラからキャラいけるね。お、ほんと？自分のだから、自分のってこれリーダーのこと？そう、俺がね、そこがわかんないんだよね。自分の付与され、いやでもこれ多分全然大丈夫。あ、キャラからキャラ、キャラからキャラ大丈夫。自分のだから、うん、この自分のこの場の付与されてるドンを2枚だから、うんうん、リーダーについてたドンか、キャラからつ、キャラについてるドンを1体のどっかのキャラにつけられる。なるほど、ね、ただキャラからリーダーはいけませんよ。キャラからリーダーはだけはいけない。おお、なるほどなるほど。面白いリーダーです。ということで、めちゃフレッシュモーリーとカラスはね、もう見えてしまう。あ、そういうことね、そういうことね。そうそうそう。さあ、ということでやっていきましょい。はい、じゃあこちらからで。で、ご一緒で。はい。よっしゃー。せー、ありがとう。さあ、先行後攻決めますか。はい。さあ、私はね、じゃんけんさっき負けたんでね。グズキス。キス。デル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 さん。はい。キス。でかい。キスで合ってる？合ってるよ。3です。伊藤ミス。知らないわけないわ。あ、ない小学校からやります。さあ、どうしますか。じゃあ、どっちだ、わかんないけど、うんうんうん、では先行でいってみますか。オッケー。では、はい、こちら公開いただきます。はい、じゃあ5枚チェックします。おい、あれバリオ、え、めちゃくちゃよくない。いいや、これでいきます。オッケー。じゃあ私もこれでいきます。はい、じゃあライフ強い強い5枚。5枚で、せいということで、で、ことでやっていきましょう。はい、よいしょー。じゃあ一度追加して、さあ、いきなり見せましょうか。ベロベティ。おー、そっち。ベロベティ以外の特徴を持つ革命軍を加えます。5枚います。うぅー、ガラスー。うわー、強いよー。やばいね。はい、やってできることはドラゴンを眺めることだけなんで、これで終了です。スタディフレッシュ。はい、ワンドロー。さあ、ってドドンって言います。ここね、むずいんだよね。ここむずいから、1回、そう、これね、ベティ行ってなかったらね、こっちだったんですよ。ただベティ行っちゃうから、うん、うんうんうん、やられちゃうから、1コスト進化。お、ピザ。おー、かわりー。これはですね、メイン、自分のデッキの上から5枚。はい、これ久々の YouTube だから俺のテンションわからんの。違う違う違う、いや違うの、なになに、ピザおかわりでサーチするって意味わかんねえな。ちょっと意味わかんないじゃん、これさ。確かに、おかわり、おかわりだからじゃない。おかわりして、おかわりだからじゃない。俺がピザ、ピザってことで。めちゃくちゃ腐ってる。かびてない、このピザ。あの、スリーブがね。5切れ、5切れがね。いやいやいや、バジル、バジル。あ、なるほど、バジル色。バジル色ね。バジル色だ。なるほど。美味しい、美味しい、美味しい。美味しそう。野菜、野菜、野菜。さあ、あまりにも多いバジルだけどね。さあ、ごめん、チェック。で、これはですね、自分のピザ、おかわり以外の特徴は、超新鮮。超新鮮。超新鮮。
言ってたら分かるけど、ドラゴンボールみたいなね。いや、あとね、超新鮮みたいな。いや、釣られてしまいますが。超新鮮。超新鮮バジルピザおかわりね。やばいやばいやばい。超新鮮ね。はい、超新鮮。新鮮を持つカードを公開して、手札に変えますということで、はい、8キットをね、公開して、回収します。残りを下ですね。はい。いや、恥ずかしい、恥ずかしい。で、ここは。いつも通り、いつも通り。おぎょぎょ。ここはね、一段アクティブにして返しますと。はい、じゃあ、もらいます。さあさあさあ。しまいとろう。ベティ死んでもらうよ。ええー、うぅ。やだ。さあ、ベティから来いよ。三丼つけて。やだなー、うん。じゃあ、これはですね。うん、じゃあ、いきますか。6000リーダー。おい。の時にボリンのリーダー効果発動、はい、アタック時一度のレッスンしてベティ寝ます、はい、ベティ寝ます、そしてその6000はもらいます、ないです、じゃあベロベティ、うわおかわり上から5枚見てベティおかわりね、これは革命軍のイワンコフ、うん、オッケーオッケー、これイワンコフとカラスが今回収されてるからね、あーやべ、オッケーオッケー、恥ずかしいバレてんの、さあ一度ベロベティ、おいおいおいベロベティおかわりじゃねえかよ、やめろってやめろって、これは、うん、この手札ってもとりあえずイワンコフ、うん、なるほど、いっぱい持ってくるよ、オッケー、はい、これで終了で、オッケー、リフレッシュ、いやこれはちょっとねそんなに出てくると思わなかった、だから一度残したんだよね、そうだよね、ベティなんか倒しといてなんかでかいキャラクター出てくるかなと思ったら違ったって、違うね全然、ゴキブリのようにやばほど出るぜ、やばいね、ベロベティ、ベロベティ、うぃな、さあってこちらはベロベティ軍団ですよ、間違えチコスとボニーかな、ボニー、なるほど、出してボニーの効果使う？使っちゃうか。いいよ。ボニー対象にさせますか。さあ5枚。はい。ルック。よいしょ。ピザおかわり？おお。ピザ。ピザおかわり。こちらもね。サーチだらけだな。さあさあ。はい。はい。回収して。何何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 そのままね、出しますアラビア語喋ったよ間違いない、アラビア語喋ったよ、間違いないんだ喋った可能性で多い高いこちらもね、負けずとサーチしていきますよ、さあ、ドドン、あー、なるほどね、ドレーク強そうだね、5個ずドレークを回収して、わ、ドレーク持ってこれんだ、そう、超新星、超新星、ちょっと強いね、それは超新星で、4個ずのカラスとかイワンコフを KO していきたいっていうムーブしたいから5個ずのドレークを回収します、はい、まあ5000で、まあ、手札増やしたくないんでベティをアタックしていきます、はい、じゃあできたと思います、はい、これで一度残し終了です、はい、そう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 、はい、ターンをもらいますか、せやせや、しまいドロー、うん、うんうん、ベニドン追加して、うんうんうん、いやこれね正直ちょっとねあんまりよろしくないけど、うん、なるほど、このボニー許せねえな、さすがにね、つけて3000ボニーいくか、小僧甘いぞ、何リーダー効果発動、一度のレッスンしたら相手のリーダーか、はい、キャラ選べません、リーダー寝ますよ、リーダー寝る、さすが3000ボニーは死にますわ、3000ボニーやられた、さあさあさあどうするどうする、まあでもね、うん、これ実際ここで殴って、うん、で寝かせられたらこっちをね結局リーダーで殴ってたから、まあ確かにそう変わんないということで、実はそうそうそう、実は変わんないで、スッと、おい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 、ジャッジジャッジジャッジこういう時はジャッジ言うよ、ジャッジ気をつけてください、ね、皆さんね言葉に騙されないように、そう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 、じゃあさっき言ったイワンコフ出して、うん、はい、これで終了します、そうだね、オッケーです、はい、フレッシュ、さあドドン、さて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 、でワンドロー、せいで、どんどんドクトンですね、はい、まあ5000でうちはベティをどんどん破壊していきます、はい、じゃあベティにもらいます、そうですね、まあこれなんで破壊していくかっていうとね、まあボニー対策とかあとはなんかいいカードをというふうに送らせないためにちょっとキャラクター狙っています、なるほど、ここすとホーキンスこいつ強いんですよ、のつければ相手のキャラとバトルしたらアクティブになるっていうね超最強、それマジ一度アクティブ返します、はい、そっか、ホーキンスもいるのか、
しかもピンタッシマジですごい良いね。そう、いやちょっと待って、これどっから殴るのが正解なんだ。いやってこれ殴っちゃいけないレベルになってくるかもね、これホーキンスいると。そう、ボニーは相性いいね、ここ。いやちょっと殴れねえな。え、むずいよね。いやダメだ、殴っちゃいけないわこれ。ボニーすごくない？でも一応展開はできるから、うんうん、まず、そしたら、え、ちょっと待って、マジ、うん、一ドンでナミソーン、ナミソーンで、ナミさんの機動面使ってイワンコフに一ドンとギブドンつけて、はいはいはい、イワンコフの機動面使います。はいはいはい、これはこいつの効果は、こいつの効果でこのキャラがのパワーが7000以上の場合、自分の手札からエンポリオンヤンコフ以外のパワー5000以下の特徴革命軍を持つキャラカード1枚を登場させられるので。なるほど、カラス登場。 OK です。で対象リーダーに、なるほど、4000います。はい、カラスの登場じゃないマイナス1000できるからね。そうだね、これ4ドンでもう一回イワンコフもう強出して、これで終了です。アタックしてこない。いやだ、ホーキンスいたらもう殴るんよ。まあね、しかもリーダー効果でね。そうなのよ、殴れんのよ。なるほどね、頑張ろう。ちょっとこれは鬼展開をしてから、うんうんうん、ホーキンス強いと。そう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 、ホーキンス強いよね。さあ8番です。そうするとうちのホーキンスも殴れないんですよ。ですよね。まあ6000でいよいよリーダーですね。そろそろもらいたい。そうね、ここ期待カード、これどうする、これどうする、これこれは、うん、いきますか、うん、リンドビーグ。おお、効果は、効果は、自分の手札が1枚捨てることができて、うん、自分のリーダーが多少、あ、待って待って、これ多色の場合じゃない、これ、ちょっと待って、多色の場合じゃない。ちょっと待って、危ない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 、ロストメモリー、ロストメモリーロストメモリー、危ねー、皆さん勉強になりましたね。シュー、危ねー、はい、大丈夫です。危ねー、危ねー、あ、しね、俺が、待って、俺だね。はい、いや、リンダバーグ入れない方がいいのかな、難しいね、そっか、これ和食の場合か、そう、バーチューフォーケース、オーマイグンネス。自分のリーダーが超新鮮な場合、このキャラブロック合います。で、かつ、ターン1回、このキャラが相手の効果で場を離れる場合、代わりに相手のキャラ1枚をレッスンできます。なんで離れない。恐ろしい、ホーキンス砲弾、ホーキンス海賊だこれ。間違いない、1のアクティブ終了です。手札は2、4、4、8枚。え、こんな強いの。そうなんですよ、えぐい、えぐい、ちょっとどうしようこれ、これえぐいね。ちょっと待って、マジ、うん、マジ難しいんだけどそれ。間違いない、1枚取ろう、うん、どん追加、うん、難しいなこれ。あー、これはこれは厄介ですね、はい、ちょっとじゃあ切り札出すか。なんだなんだ、8ドン、モンキー・ディ・ドラゴン。いや強い。自分のリーダー登場時、あ、まあ、速攻をまず持ってます、はいはい、でその上で登場時自分のリーダーかキャラ1枚までレストの2枚まで付与しますというね、ちょっとイカれた効果を持ってます。でこれカラスに付与します。おお、なるほどね、カラスに付与して、頭いいね。で、7000でリーダー行くときに、リーダーのパワーを下げます。 OK、 4000ね、うん、まあさすがにここからはリーダー効果発動します。はい、一度もレストにして、まあパワー高すぎるからドラゴンレストにします。これもレストにできるのか。そうだね、鬼強いね、鬼強すぎる、うん、で7000の4000だから4000要求、まあさすがにもらえます。はい、おい、いや、難しいんだよなこれ。5000リーダーいきますか。はい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 、その残りが1ドンと波の1コスの予定があるから。そうだね、まあここ一発ブロック、5000か、一発もらおうかな、うん、一発もらいます。はい、はい、ないです。そしたらこれってさ、ターン1回って相手の効果でやられる時だよね。そうだ ね、効果で場を離れる代わり、効果でだよね。そうだね、だから普通にバトルでやられては単価の効果使えないってことだね。そうだね、なるほどね、うんうん、むず、5000でリーダーいきます。はい、ここはフォーキンスブロック、うん、たくさんあるな、これは。まあガンガンいきますか。ほいほい、ナミの効果レストの1ドンつけます、う
て、リーダー効果でこのキャラについたレストの2枚つけて8000リーダーいきます。おつえ、8000リーダーか。8000リーダーいきます。キャラからキャラにはいけると。キャラ、そうね、マッパもらっていきますか。うん、あれ、おい、はい、これで終了します。はい、了解です。ガンガン顔いくよ。いよいよ。でこれね、なんでライフもらってるかっていうとね、手札がね枯れると結構まずいんで、うんうんうん、もらっていきます。さあ、ワンドロー、どんどん10ドンですね。はい、さて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 、うーん、ホーキンスね、ごちゃごちゃしたいね。ごちゃごちゃしたいね。ごちゃごちゃさせたいし、これはちょっと一回掃除させたいから、カラスがやっぱ厄介なんで、うんうん、やばい、反撃が怖すぎる。うん、間違いないね。さあ、一度ホーキンスに来て7000でカラス、これはもらいましょう。お、あれでも、はい、このキャラが相手のキャラとバトルした場合アクティブになるので、もう一発いきます。7000でイワンコフ。はい、もらいます。恐ろしすぎる。恐ろしいな。ってことは、この、うん、プランを変えましょう。本当はこいつ出したかったんですが、プラン変更にします。多分これが変してどうかな。うん、うん、8000で言わんこふ。これもらいましょう。いいです。どんどんもらっていった2コスト、キラー出して1ドンをキラーにつけます。強い。3ドンアクティブ返しますよ。強い、お兄さん強すぎる。さあ次、君一波経過してみよう。なんてことだ。暴れさせないよ。なんてことだこれ。暴れさせないよ。強くない？強いよね。一気に3体掃除したからね。マジ？うん、ちょっとホーキンスやっとかないと。これはやっぱライフか。もうライフいくか。9000リーダー。はい、まあ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 、まあ、リーダー効果使わないとね、もったいないので、うん、一度オレストにして波レストにしておきます。はい、でキラーでブロックします。でキラーのブロック中効果、キャラが3体以上いたので、あのカードをワンドローします。はい、なるほど。うん、したら8ドン、うん、もう一度ドラゴン。登場時効果、自分のリーダーがキャラ1枚にレストの2枚を振るべきなので、ドラゴンドンつけて、うん、さらに、2ドンつけて1番、あ、9000か、9000リーダー。くそ、めっちゃこの2ドンミスった。めっちゃこの2ドンミスった。めっちゃミスった。これ強いぞ。9000リーダー、9000リーダー、9000リーダー。さすがに、さすがにホーキンスプロフかな。おぉ、ミスっちゃった。そしたら、うん、ナミの起動面使って一緒につけて、ホーキンス。おぉかな。いやー、ナイスから、いや、ホーキンスから、ホーキンスからライフからうわー、後ろからホーキンスからだ。さすがにホーキンスからなんでこんな声高くなるのかな、わかんないよ。でもライフ行くか。もういや、一番ライフ行くしかない。まさか、いや、これ大きなプレイングミスしてますね。プレイングミス、プレイングミス。いや、これね、ニコスギブソンだったんだよね。なるほど、ギブソン。そうで、間違えたね、これリーダーをレストにさせてパンクギブソンでこっちを寝かせれば普通に。あ、そうだね、リーダーだったね。そうだね、大きなミスして、で、9のまあアプローで1番1000で守ります。はい、じゃあこれで終了します。おい、オッケーです。え、待って、あれ、ホーキンスに来たんだっけ。あ、いや、リーダー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 、うん、リーダーで9、11、ぴったり。オッケー、ぴったり。すごい、すごい。さあ、リフレッシュ、リフレッシュ、リフレッシュの時間です。いやー、どうしてきちゃった。そうなんだよね、ワンドロー、これがね、まずいね。これどうしよっかな。さすがにホーキンスいった、ホーキンスでドラゴン2体、2体処理の方が強くね。7、8、9、10、11、12、13、1万3000回、うん、1万3000回強くね。1万5000する。7000、さすがに守りきれないから、多分ホーキンスを9ドンつけてドラゴン2体処理してって、うん、2でキャラ当たっ
ックして、うんうん、そのレッスンアクティブにしといてかな。こうかな。よし、いきますか。多分さすがにしょれると思うんだよね。あ、間違えた。7,8,9,10,11,12,13,14,15,15,000でドロロロ15,000。さあどうする。はい、いけまーす。でバトルにしたのでホーキンスは起き上がって15,000ドロロロ。はい、いけまーす。あ、強っ、強すぎ。で5,000でキャラの波で、はい、終わります。でここで一度アクティブにしたところで意味ないので1コストバッチベッチ終了です。ベッチいるの。ベッチ強い。ベッチ強すぎるよ。これは強い。恐ろしい。恐ろしすぎる。そうなんですよ。ドロー。これね、僕ね、この間友達とフリーでやって、うん、ちょっとカウンター守っちゃったんだけど、うん、手札が枯れちゃったんで良くなくて、どんどんもらってって、うん、手札を補充してった方が強いっていうことに気づいたんで。間違いないね。どんどんもらってった方がいいです。なるほど。そしたらホーキンスもさっきみたいに守れるんで、それはねマジで厄介なんですよね。そう、8000リーダー。うん、ブリッジっていう選択肢もあるね。ブリッジっていう選択肢もある。ブリッジ、ブリッジ。そしたら4ドンリードバーグ。おい、3ドンモリモリモーリー。モリモリモーリーで終了します。ただね、相手のライフがね4だからね、恐ろしいね。そうだね。さあリフレッシュ。ワンドロー。オーケー。さて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 で、まあ、ここはホーキンス仕事がないので今日は、まあ、ホーキンス仕事しません。おやすみ。おやすみ。5000はもらってきますか。はい、はい、はい、大丈夫です。 OK です。さあ8こそ、これがキーカードですね。先ほどからサーズしまくった8キット。8キットもいんの。で8キットで一度レッスンして、8キットの効果発動。このキャラをレッスンして自分の手札から5スタン以下のキャラを登場させられます。あいやー、キラー。やっぱ相方だよね。あいやー。さあ一度もキラーにつけちゃう。それでも一度残しとく。ここ悩むね。うん、悩むね。悩むね。まあ、結構手札もいっぱいあるから、ここはあえて一度残し終了で。はい、さあさらにリンドバーグで破壊されちゃう可能性もあるから。そうだね、一度つけなくていいかなって感じ。そうですね、これは。そう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 、ちょっと待ってろ。スイスイ。めちゃくちゃむずいけど、 T カードのね、あのドラゴンをやられたからね。そうだね。こっちは5、6。いや、これはきっと超えなきゃいけないな。うん、そうだね。これは、うん、モーリーってブロッカー無視だっけ。ブロッカー無視だね。オッケー。ボニーやばいね、防御力が高すぎる。でもこれな、超えられなかったらもう終わりな気がするんだよな。7ドンつけて12,000きっと行くときに、リンドバーグの効果で、3,000以下のキャラを1枚まで KO できるので KO です。まあここでリーダー効果発動して一度のレストにして、サドラゴンかモーリー、キャラを取りたいっていうところでモーリーにしとくかな。モーリーレストにします、はい、モーリーレスト。で5,000要求ですね。なので12,000だから、5,000要求だね。そうだね、あと1,000だよね。あと1,000だから、まあボニー3枚切っちゃうか。1万3,000で守ります。13,000。はい、了解です。じゃあ3本つけて8,000リーダーいきます。あー、1,000要求ね。さあ一気に手札が枯れていった、うん、ただやっぱ8キットは偉いんで、まあもうこのホーキンスいらないかな。1,000で。はい、じゃあこれで終了します。おいつー、リフレッシュ。だいぶこれしんどいぞ。ホーキンスのお仕事の時間がやってる。やばいやばいやばい、本当に強い。いや強すぎるねこれは。よし、一番はホーキンスにつきます。はい、まあ7,000でリンドバーグ。はい、7,000リンドバーグでバトルしたのでアクティブにします。
買えないし、もらうしかないな、これでも。さすがに、はい、うん、買います。もう一発モーリーに行きます。はい、これももらえます。で、まあ、チケットにつけたけど、とりあえず強いんです。よいしょ、どうしたの。6000リーダー。6000は、カウンター2000で。ほい、9000リーダー。キュウリ、はい、もらいます。はい、ういっす。あれ、6000ってどうなった。6000はあの2000カウント。あ、オッケーオッケー。で、9000でもらった。で、2コスト、うん、キラー、うん、2コスト、キラー、1ドン、キラー、1ドン、キラー、1ドンはごめん、余っちゃった。まあ、手札かわしたかったから別に。いや、終了。これは強すぎる。えぐいね。これは強すぎる。さすがにね、8キットも入ってんだね、やっぱね。8キットは大事だね。これはさ、初見じゃ分かんないね。まあそうだよね。じゃあ1枚ドロー。うん、これどうしようかな。こうして、そうだね。オーイエス、オーイエス。あ、俺これって、あ、反射して見えないんだ。よし、 OK、 大丈夫。うん、はい、1,2,3,4,5,6 ドンつけて10,000切っていきます。はい、まあ、キロ、キラーでブロック。はい、ブロック時3体以上いたのでワンドロー。はい、強っ。3ドンでモーリー出して、これで終了。なるほどね。さあ、リフレッシュ、リフレッシュの時間だ。うん、うーん、ブロッカー無視ね。ブロッカー無視かいだね。さてさて、リフレッシュ。はい、うまい。うわー、うわー、ブロックさん、これどうすんの。これはエグいです、ね、この状況どうすんの。俺、これはちょっとね。さあ、まず5000リーダーから様子見てみましょう。ゴーリー、さあ、手札からせるよ。さすがに1000で終わりましょう。オッケー、6000リーダー。これも2000で。オッケー、一気に枯れていくよ。キュスンパンチ、キュスンパンチ、受けもえ。オッケー。えい。えい。八コスト。八キット。八キット一度乗せて、八キットレストにして。手札4枚終了。突破許さないよ。笑っちゃうね、これね。うん、笑っちゃうな。笑っちゃうね。これドラゴンのリーダー効果一切使ってないから。序盤使ったから、ね。序盤使っただけ。うん、確かに。ね、これどうするんこれ。だからね、ドラゴンはね、サカツキとかにも黒系とか苦手そうだね。ちょっと苦手だね。うん、場に残んないから。これ8ドラゴンがな、今欲しいぐらいなんだよな。2体やられちゃってるしな。そう、ホーキンスのせいで。ホーキンスガチ強い。うん、待って、俺ホーキンスピン刺しって言ったけどさ、全然ピン刺しじゃなかった。嘘つけ、嘘つき。あ、折れちゃった。パワハラ？これもしかして。いや、さっきやられたんだね、僕は。さっき僕試合ましたね。確かに、うん、じゃこれ4ドンで、うん、まあ、先出しとかよくないんだけど、まあ、カラス出しますか。お、どう避ける。で、こっちのキット出ます。7000になった。7000になって、うんうんうん、いや、もうほどな。でも、あ、そうか、ドン寝てない、あの、立ってないんだもんね。せやね。そうだよね、だから9000でリーダーいきますか。で、9000、あ、ごめんなさい、リーダーじゃなくてこっちのキットいきますか。以前にアタックできないから、こっちに変更できるんじゃない？わかんないけど。あ、できない。あの、できないんだ。キットっていう対象が2機あったら、うん、そのどっちでも、キットに指定になってるから、あ、それかもどっちでもいい。なるほどね。7000強制なんだ。そうそう、この、このキャ、このキットって書いてあったら、強制できるかもしれないけど。なるほど、なるほど、なるほど。なるほどね。ってことは、3000要求？ 3000 要求だね。さすがに死んじゃねえ。キラーバック。そしたら、リーダー効果。で、2ドン、うん、ベストをつけて、こっち1ドンつけて、8000で7000の切っていきます、うん、2000要求、2000要求、なんと死んじゃいます。おお、イエス、これで終了です。オッケー、リフレッシュ。厳しいよこれ。手札が5枚。5枚、ワンドロー。え、守りきれるのそれ。守りきれるか。守りきれる、頼め。7000でモーリー、タックバトルしたんでアクティブ。まあ、もらいましょう。さすがにね。さすがに7000リーダーから様子見てみましょう。7000か。2000で。おっと、さあ、これさ、7000リーダーって言って、まあ、ラディカルビームか、どうせ。どうせラディカルビームっぽいから、9000で、リーダーで。キュウリ！うん。これは、
残りのドンが2、4、6、7、8。8と13,000円かね、最後。ラディカルビームと、2000で OK です。はい、さあ手札が1枚です。1枚さあ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 、だからおそらくここ5000で殴ったら確実にカウンター切らないといけないっていう恐ろしい状況になってるね。恐ろしい状況にさせた方がいいと思うので、5000リーダーで、さあカウンター切る？君どうする？受けるしかないな。受けるしかない。守ってもしょうがない。守ってもしょうがない。だから5000だ。こいつさ、出ないんだよお前。多分ドラゴンじゃないのかな。さあ1コスト。さあ起動目まで発動。ボンリー。ボンムイ。ロッカー探しに行くよ。さあ5枚チェック。ヘイ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 。おい。いたっちゃいたけど、いたっちゃいたけど、大丈夫？たたたたたた。かける？かけるか、肋骨放血。マジか。そうだね。リーダー効果使えなくなっちゃうけど、肋骨放血。さあこれで終了だよ。ブロッカーと8キットいるよ。つえ、めちゃくちゃつえ。ライフ1出して手札よ。なんだそれ。えぐいよ。しまいだろう。ふう。さあさあさあ。そう。よっしゃ。こうなったら、挑む。コアラ。なんだ。リーダーが特徴革命軍を持つ場合、相手のキャラマイナス3000でいけるんで、きっとマイナス3000。次は5000だ。くー、二段つけて7000でキット行くときに、キットマイナス1000。オッケー、4000ね。うん、むずいなここ。まあね、いっかな。オッケー、8キット選びます。そうですよね。そうですよね。もう自由ですもんね。自由ですね。ちょっとなんかいけるか。なんか見つけろ、ベロベティ。3コスのあれだ、速攻だ。見つけろ。稲妻だ。コーラ。2000カウンター。いや、3コスの速攻掴んだところで、ここは無理なんだよね。ゴドンつけて、1万リーダー。一番リーダーかくっそー、もらってやる。はい、終了で。オーケーな、リフレッシュ。さすがに強すぎるか。強すぎるキットが。あ、ワンドローだぜ。うん、いい。あった。まあ、1万6000で乗り切れるわけがないか。1万7000で勝つ。なんで取ったこと。いけー、やれば。さすがにね、死ぬよね。強すぎ。めちゃくちゃ強かった。強いな、うん、ホーキン、5コスホーキンスと相性良すぎ。やっぱね、5コスホーキンス取ろうと思ってもこの6コス7000がいるから、うん、まあ取れないわけよ。かつ8キットね。違う、で、8キットの前にもうリーダー効果でレストにされるから。そうだね、殴る回数が足んないのね、ホーキンスに対して。こいつをやっぱジェットピストルとかで取らないと、ね、うん、あ、全然ダメだなって思ってて、やっぱずっと生きてたね、やっぱ案の定。で、なんで序盤ベロベティキャラクター行くかっていうと、後半も強すぎるから、念のためにアグロで速攻来られないためにキャラを確実に背負ってって、自分の最高のパフォーマンスを出してから一気にアタックしていくっていうところで、が強いから、これがいいと思うんですよね、個人的には。いいですね、マジで強い。これ、ボニー海賊団じゃなくてホーキンス海賊団ですよね。まあ、あのね、正直もうホーキンス海賊団です。正直それかキット海賊団。キット海賊団。確かもう8キットとキラーが偉すぎた。ここ偉い。いや、これ間違いなくね。で、さらにパンクギブソンね。ねえ、もう、アタック回数とかじゃなくて、もう、全然、殴ることすら不可能だから、そう。めちゃくちゃ強い。そうだね。逆に何が苦手なんだろうっていうぐらい。黒か。黒系統。黒系統だね、やっぱり。杯とかもちょっとね、難しそうだ。結構きついね。でも僕ね、やりたいのがね、さっきルッチ勝ったじゃないですか。ルッチ対ボニーどっちが強いの？あー、やる？やってみたくない？やるか。結局さっきの最強決定戦？そうだね。そう。
ってことで、はい、次の動画はボニー VS ルッティ。ルッティで会いましょう。バイバーイ、はい、バイバーイ。なんかということで、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、これもよろしくお願いします。じゃあ、チーム、ワン、キメツ、なんかないけど。でかいは強い、でかいは強い、そしてでかいは可愛いということで。気持ちなので、また次の動画でお会いしましょう。ありがとう。ということで、栃木の中学時代、ここで発足ね。